こんにちは、山本道場の山本誠二です。はい、1年で、100を切るこの企画のために、ちょっと動画をね配信していきたいと思います。第2回です、ね、3回は連続でやりますからね、頑張っていきましょう。自宅の練習ね、それから練習の練習、その一歩一歩そのやることによってちょっとずつでもその手応えを感じられるというような練習を重ねてね、うまくなっていけたらなと、その手助けができたらなと思ってますのでね、頑張っていきましょう。さあ、今回第2回はですね、まあ、この間、言いましたこのボールをこう簡単にね、感覚で、まあ、あれができるようになるためのその考え方と、それからその前の練習法、これをねやりたいと思います。この間の動画でも言いましたけども、やっぱり当たる当たらないで練習することは非常に、つまらない、ね、ミート率というんですけども、しっかりボールが当たる、ね、誰でも当たる、ね、その感じを維持しながら練習をやってみたいと思うんですけれども、では、ここにボールがあります、ね、ミート率はなぜ上がらないか。普通の人がはいゴルフ始めますってバーってやったり一発目でバシッと当たることはまあ少ないですよね。少ないから練習するんだっていうこともありますけど、いやいや簡単なところから練習する方法もなくはない。じゃあなぜボールが当たらないのか、それは簡単な話、こうやって構えた時にこうやってテイクバックするから、こうやって構えてテイクバックができるだけ少なくて、もっと言えばフローという気持ちがなくて、ここからとやれば絶対当たります。ただ飛ばないだけです、ね、これは飛ばないですよ。でもこれでちょっとでもパワーを加える方法って何かって言ったら、ここからやっぱり振ることではない、ここからちょっとニュアンス的には何かをクッと掴む、掴む。ここからボールをキュッと掴む、ここからボールをキュッと掴む、キュッと掴む。これだと今ボールちょっと上がってきましたけどね、打てる、ね、そしたらちょっと考えてみる。ここに、ね、ペットボトルでも何でもいいです、ね、このものをキュッと掴む、それを掴むのが簡単です。じゃあこのペットボトルをできるだけ一瞬でキュッと握りつぶしてくださいってなると、こっから握りつぶすのと、ちょっと離れたところから勢いつけてキュッと握りつぶすのと、どっちが握りつぶしやすいかというと、力が入るのはちょっと取った方がいいです。そこでボールを打つときに、これ打つんじゃない、振るんじゃない、ね、ここで、まあ、今やったらここでキュッと握ります、ね、こうやったらさっきみたいにギューッと握っていったらいくんですけど、ここでほんのちょっと、ほんの握りつぶすときにこうやってこうする前にほんのちょっと予備動作をして握るわけです。そうするとボールは、それをやってみたいと思います。ティーアップ、そんなフルティーアップじゃなくて、もう本当に打ちやすいな、ちょっと浮いてる感じで構えて、ね、そしたら基本的にはここで握ります。ボールをキュッと掴む、ボールをキュッと掴む。ボールをキュッと掴む、でこのキュッと掴むっていうミート率が絶対に落ちない範囲、反動をつけたんですね。反動を、はい、反動をつけて握る、反動をつけて握る、同じところ同じタイミングでしっかり握れる、これでおそらく皆さんから見て
そこそこもう普通の小さい、まあこのままいったらアプローチに使えるんじゃないかっていうスイングになってる。ただ私がやったのはこれ全然ゴルフスイングなんでもない。ただ単に引いてこう引いてこう、このままちょっと引いて掴んでる感じです。ちょっと掴んでる、掴んでる。この掴むというのがもう重要なインパクトになるわけです。ですからもう絶対に振らない、本当に。さあここからがもうあれです、自宅でできるね、もう転がしていいですからね。なんだったらパターがあるよ、パターでもいいです。ここでボールを捉えるときに振るんじゃなくて掴む、掴む、掴むだけ。掴んだらペッていきますから、もうひたすら掴む。でそれでです、もし掴み損なった場合、ここで普通にこの辺でこうやってブッと掴むんですけど、つい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 ですよ、早くグッと掴んだ場合はどうなるかって言ったらこうなります、ダフります。だから初めのうちグリップとして、慣れるまではもう絶対にそのゴルフのグリップっていうのを感じなくて、こうものをここでキュッキュッキュッとこう掴むための右手のグリップ、これを絶対重要視しています。ちょっと掴む、絶対振っていかないです。絶対こっちから掴む。ということをやってください。そうすると、いや待てよと、ボール、まあそれは当たり前やけど、こんな小さい、ね、振り幅やったらそれは当たり前やけど、でもその当たり前のことからちょっとずつちょっとずつ、ね、やっていけば、ボールを捉えるコントロールするっていうことはそれが難しくなくなるんですね。まあ、これをもう本当にみちみち、ね、早く先教えてくれって思わないで、ね、しっかりこれがもう本当にいやいやもう悪いけど朝飯前ですわこれっていう感じでできるようになってください。でちょっと感じが分かったら、さっきの、第1回でやったみたいなこうね、ちょっとこう下から、上でああいうようなことをやってもいいんですけども、それで確率が落ちたらまたこの練習に戻ってください、ね、ということで、第2回、ミート率というものを理解する維持する方法とそれからその練習法、これをやってみました。それでは、第3回はもう少しねこの掴むっていうことについて、ちょっと説明してみたいと思います。それではご清聴ありがとうございました。じゃあまた3回でお会いしましょう。さよなら。キュッと掴む、キュッと掴む、キュッと掴む。